アイテム番号 SCP-153JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-153JP はその性質により物理的な封じ込めは不可能です。 SCP-153JP1 とおぼしき人間が発見された場合は即座にエージェントが向かい確保します。フェーズ1から4の場合は聞き取り調査を行った上でクラス B 以上の記憶処理並びに必要であれば外科手術を施します。現在 SCP-153JP1 と対話することは原則禁止されています。 SCP-153JP を知った経緯などに関してはアンケートを用いて調査し、それが終わったら即座に記憶処理及び外科手術を行ってください。収容プロトコルが更新された経緯に関してはホイ1を参照してください。その後 SCP-153JP の影響がなくなるまで財団で収容監視します。 SCP-153JP1 の関係者にはカバーストーリー奇妙な伝染病を適用し、 SCP-153JP 指定キーワードを耳にした恐れのある人物に関してもクラス C 記憶処理を行ってください。 SCP-153JP1 がフェーズ5に到達している場合はカバーストーリーテロ組織の立てこもりを適用し、SCP-153JP1 を中心に半径500メートル以内の人間を即座に退避させてください。SCP-153JP1 の持ち物はすべて処分し、三神等以内の神類に対しては A クラス記憶処理を施した上で、少なくとも1年間は監視してください。SCP-153JP 指定キーワードを記した紙は1枚を割いと、8181のロッカーに保管し、他はすべて焼却処分してください。SCP-153JP の影響力から、担当者であっても SCP-153JP 指定キーワードを把握することは許可されません。実験を行う際は担当者3人の許可を得た上で紙を取り出し確認してください。この際、内容を書き写したりコピーを取ったりすることは禁じられています。また、監視プログラムによってインターネット上を監視し、SCP-153JP 指定キーワードが発見された場合は情報発信者のもとにエージェントが向かいます。担当者は2週間に1度精神検査を受け、SCP-153JP の影響を受けている恐れがある場合には記憶処理を施された上で担当から外されます。説明。SCP-153JP は、パソコン上で起動するプログラム、並びにそのプログラム上で再生されるおよそ30分間にわたる映像です。SCP-153JP は起動させた本人にしか認識できず、それ以外の人間からは単なる赤色のノイズのように観測されます。映像を録画したり、ビデオカメラなどで撮影した場合も同様です。その内容について起動させた本人に尋ねても未知の言語によってしか説明できないため、詳しい内容に関しては未だに判明していません。SCP-153JP を一度起動させると同じ人物によっては18時間以内の間は再び起動することはできません。アルファベット28文字からなる SCP-153JP 指定キーワードが液晶に接続されたキーボードによって打ち込まれたとき、事前にインストールもされていないにかかわらず、SCP-153JP は起動します。この現象はキーボードや液晶が壊れていたり、電源に接続されていない場合でも起こりますが、スマートフォンやタブレットなどタップして文字を打ち込むような場合には起こりません。偶発的に文字を打ち込んだ場合でも、打ち込んだ人間はどの文字列が SCP-153JP を起動させたのかを理解し、SCP-153JP 指定キーワードを記憶します。SCP-153JP 指定キーワードはデタラメな文字の並びのように見え、地球上に現存する、あるいは過去に存在したとされるいかなる言語でも意味を持った文字列ではありません。しかし、一度入力した人間は即座にその意味を理解します。
SCP-153JP 指定キーワードを知った人間は打ち込みたいという欲求を抱きます。一度 SCP-153JP を視聴した人間。以下 SCP-153JP。一とします。は SCP-153JP を。非常にためになる内容だった。目の前が開けるようだった。と表し。翌日に再度 SCP-153JP を視聴することを試みます。この試みは SCP-153JP。位置を拘束したり説得することによって妨害することが可能ですが、繰り返し SCP-153JP を視聴している場合は強く抵抗します。クラス B の記憶処置も有効です。SCP-153JP を視聴しない期間が続くと SCP-153JP。位置は SCP-153JP に対する興味を少しずつ失います。繰り返し SCP-153JP を視聴することによって SCP-153JP。1は精神。身体に異常をきたします。その異常の度合いによって SCP-153JP。1をフェーズ1からフェーズ5に分類するものとします。各フェーズはおよそ7回ほど SCP-153JP を視聴することで次のフェーズに移行します。これには個人差があり。SCP-153JP を視聴しない日を挟むとより長くなる傾向にあります。それぞれに観測される異常は以下の通りです。フェーズ1 SCP-153JP 1の性格が元のものよりも優しいものとなり、正義感が強くなります。かつて罪を犯したことがある場合はそのことを懺悔します。簡単な未知の言語を操るようになり、頻繁に SCP-153JP 指定キーワードを口にします。この変化は SCP-153JP を視聴しない期間が続くと元に戻ります。フェーズ2 SCP-153JP 1の背中から翼が生えます。この翼は SCP-153JP1の皮膚と骨が変化したもので、外科手術により取り除くことができます。困っている人間を助けることに使命感を感じ、その一方で罪を犯した者に対しては厳しい態度を取り沙汰すような言動を取ります。この時に SCP-153JP の主張を進めるような言動を取ることに注意してください。フェーズ3翼はより立派になり、さらに SCP-153JP 1の頭上に薄く光を発する輪が生じます。この輪は認識することができても触れることができず、物質として存在するものではないことが推測されます。SCP-153JP を視聴しない期間が続くと輪は消えます。困っている人間を庇護下に置こうとする一方で、罪を犯した者に対する強い敵対心を抱くようになり、時に暴力を振るうに至ります。この暴力が悪いものであるという認識を抱くことはなく、むしろ誇りを抱いているようです。フェーズ4人の傷や病気を手をかざすだけで治す、無機物から食料を生み出す、などといった物理的、生物的、科学的法則に反した事象を引き起こすことが可能となります。SCP-153JP 1はこれらの事象を、奇跡、と称します。SCP-153JP を視聴しない期間が続くと能力は失われます。罪を犯した者を危機として殺傷し、そのためなら自らの命を失うようなこともするようになります。また彼らを罰しない SCP-153JP1でない一般人も、売国奴、編集済み、などの言葉で強く責め立てるようになり、SCP-153JP の主張を強要するようになります。フェーズ5親しい人に別れをほのめかす手紙を送ったり電話をしたりします。SCP-153JP を主張することももはやなくなります。食事をとる必要もなく排泄も行いません。別れを告げる際に SCP-153JP 指定キーワードを用いる可能性が高いため、
この際書かれた手紙はすべて回収し、電話等の通信も妨害してください。この段階に至った SCP-153-JP。1は記憶処理を施しても能力が失われることはありません。SCP-153-JP。1の周囲の人間は、はじめこれらの変化に対して違和感や嫌悪感、恐怖感を覚えることもあります。しかし一定時間 SCP-153-JP。1と対話することでそれらの感覚は消え、むしろ SCP-153-JP。1こそが正しいあり方であると信じるようになります。その数日後、高確率で SCP-153-JP を起動させることが分かっています。特に男性の場合その傾向が強く、女性の場合は SCP-153-JP。1を精神的に支えたいという思いを強く抱く場合があります。フェーズ5に移行してから数日経つと SCP-153-JP。1は翼を用いて飛翔し、垂直に上昇します。その時の速さはおよそ秒速10メートルです。その高度に比例して SCP-153-JP。1の姿は透過性を増していき、およそ高度1万メートルでその姿は消えます。SCP-153-JP。1がどこへ消えたのかは未だ判明していません。フェーズ5に移行した SCP-153-JP。1を密室に閉じ込め飛翔を妨害する実験を行ったところ、エージェント2名、B クラス職員4名が、編集済み、死亡、SCP-153-JP。1自身も死亡しました。以降 SCP-153-JP。1の飛翔を物理的に妨害することは禁止されています。飛翔の最中に SCP-153-JP。1は歌を歌います。その歌詞は現存するいかなる言語とも一致しません。メロディーラインからその歌は軍歌であると推測されます。SCP-153-JP。1の声量に関わらず、およそ半径300メートルの人間の耳にその歌は聞こえます。その歌を聞いた人間はその歌を非常に心地よく心を震わすものとして感じ、屋外へ出て SCP-153-JP。1を見送ろうとします。飛翔する SCP-153-JP。1を見送った人間は SCP-153-JP 指定キーワードを想起し、多くの場合それをキーボードで打ち込むに至ります。2000年、県で、背に翼を持つ奇妙な奇形、として初めて SCP-153-JP、1が報告されました。その後の調査により、SCP-153-JP がその原因であることが分かりました。これまでに、SCP-153-JP、1は、明発見され、飛翔に至った SCP-153-JP、1は6名です。ポイ1、2000年、月、日、担当者のうち、聞き取り調査を担当していた、博士が、収容中の SCP-153-JP、1、メイを逃がすという事件が起こりました。確保された、博士は、SCP-153-JP、1を賛美する内容の言葉を述べていました。この事件を機に、SCP-153-JP の影響力が想定以上のものであるとして見直され、一部収容プロトコルが変更されました。ポイ2、2000年、月、日、SCP-153-JP、1の一人が飛翔してから数ヶ月後、その SCP-153-JP、1の両親のもとにアカシアでできた15cm×15cm×15cm の箱が届きました。箱の中には手首で切断された右手が入っていました。配達人は白い衣服を着た男性で両親とは初対面でした。DNA 鑑定の結果、SCP-153-JP、1のものであることが判明しています。両親は初めはショックを受けていましたが、やがて喜びを感じ、息子を誇らしく思う旨を担当者に伝えました。このことから、SCP-153-JP、1の遺体や遺品にも影響力があると推測されます。
両親には A クラス記憶処理が施され、SCP-153-JP-1 は事故によって死亡したという記憶へと差し替えられました。これが尊いものではないことくらい、誰もが小学校で習っているだろう。天使なんて存在しない。あるのはこの SCP が誰かの未来を奪っているという事実だけだ。担当主任。